い、こんばんは、柔らかセールスサポーター松尾です。今日もよろしくお願いします。と今ちょっと夜中の3時なので本当眠たそうに見えたら申し訳ありません。と目標を3倍にして、半分にする成功率アップ術っていうところを今日テーマにしてお伝えしていきます。でこれは私がそもそも編み出したものではなくて、とある方に教えてもらいました。とその方は、多くの起業家を成功者へと導いている方なんですけど、浜口、孝則さんという方ですね。と著者の方でもあります。とその方の起業塾に、行ってた頃に教えてもらいました。と、この、4つのステップをたどると、成功率アップするような目標を作ることができるということで、と私がクライアントさんに、その学んだことで学んで、浜口さんに学んで、でそれを実践して、これは効果的だなと、なるほどなと思った内容ですね。なので、今日ビデオで、紹介させていただきます。とまず一つに理想の目標を立てるっていうものをまずやります。で、その目標を、3倍にします。で次に、それに対する、手立てをすべて書き出していきます。じゃあ例えばそうですね、コーチコンサルとして、月収100万円を得るっていうところで目標を立てたとしたら、その目標を月収300万円にするっていうのを3倍に、例えばですけどしてみます。でそれに対する手立てをすべて書き出します。手立て、具体的な行動だったり、誰に会いに行くとか、どんな方法を使うとか、そういういろんなことを、書き出します。とあらゆる手立てをですね、あらゆる手立てをすべて書き出すっていうところがポイントになります。と4つ目なんですけど、それを3倍にした目標を最終的に2分の1に縮めます。つまり、150万の目標にするっていうところですね。なのでやる行動はここの行動をやりながら、目標値は2分の1にした150万の値っていうところになります。ので、本当に欲しい目標っていうものを、結論ですね、通過点にしているってことですね。本当に欲しい目標を、自分のゴールまでの、道のりの通過点にしてしまうっていうところがポイントだと、私は見てます。で、ぜひ、あなたも実践してみてください。はい、今日もありがとうございました。